れの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。フリームファクシー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくフリームファクシー行きました。続いて前へ行くのはナスハンベル、さらにはペラジオオペラ、18番バンダイレイト、その後ろフリームファクシー先手を取りました。メタルスピード、それに続きます。すぐ後ろにウーオービスケッツ、内からはソウルオリエンス、その外からトップナイフ、並んで9番ダノンタッチダウン、シャザー、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。さらにはタスティエーラ、その隣に湘南バシット、その外にバントのシーフ、内からはグリューネグリーン、その外にタッチウッド、オレンジの帽子マイネルラウレア、その後ろからはグラミット。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。最後方にグリーンオーディ、前はクリームファクシー、2番手はナスハンベル、ペラジオオペラ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はクリームファクシー、間が空いてペラジオオペラ、ソウルオリエンス、その後ろ第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。クリームファクシー先頭、残り 200m、 ソウルオリエンス追い上げてきた。ソウルオリエンス抜けた。2番手はクリームファクシー、ソウルオリエンスゴールイン。2着にはどうやらクリームファクシー、勝ったのはソウルオリエンス。このレースを制したのはソウルオリエンス。思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ナスハンベル、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してナスハンベル花に立ちます。その後ろからはペラジオオペラ、この馬も上がっていく構えです。さらにはワンダイレクト、16番メタルスピード、その後ろ先手を取ったのはナスハンベル、ウーオービスケッツ、それに続きます。内からはシャザー、その外からクリームファクシー、並んで10番トップナイフ、その隣にバントのシーフ、その横にダノンタッチダウン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ隣にソウルオリエンス、グリューネグリーン、この馬もこのグループ、その外にカスティエーラ、青の帽子タッチウッド、その後ろ並んで5番湘南バシット。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。すぐ後ろにマイネルラウレア、その後ろにグラミット、最後方にクイーンオーディ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。17番ナスハンベル、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続くのがペラジオオペラ。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。前はナスハンベル、2番手はペラジオオペラ、ワンダイレクト3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ナスハンベル先頭、さあトップナイフ一気に来た。先頭変わったトップナイフ、外からクリームファクシー、残り 200m を通過してトップナイフ、このまま振り切れるか。2番手はクリームファクシー、トップナイフ先頭だ。トップナイフ1着、2着にはどうやらクリームファクシー、3着にファントムシーフ、勝ったのはトップナイフ。このレースを制したのはトップナイフ。思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはトップナイフ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してトップナイフ花に立ちます。その後ろからはワンダイレクト、この馬も上がっていく構えです。さらにはペラジオオペラ、4番シャザー、その後ろ先手を取ったのはトップナイフ、クリームファクシー、それに続きます。その後ろからはダノンタッチダウン、
その外にナスハンネル、内からはトゥーオウビスケッツ、その外からファントムシーフ、ソウルオリエンス、そのうちに続いています。内からはグリューネグリー。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。その外にタッチウッド、青の帽子タス・ディエーラ、その後ろ、これに続くのがメタルスピード、並んで15番マイネル・ラウレア、湘南バシット、この馬もこのグループグラミット、すぐ後ろシンガリからウィンオーディ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。10番トップナイフ依然として先頭、その隣にベラジオオペラ、ワンダイレクト、それに続いています。これに続いてシャザーム、クリームファクシー、それに続いています。その外にウーオービスケッツ、その外にタッチウッド、並んで7番タスティエーラ、すぐ後ろにバントのシーフ、内からはグリューネグリー。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は依然として10番トップナイフ、ベラジオオペラ、ほとんど差がありません。ワンダイレクト3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はトップナイフ、ワンダイレクト続いています。シャザー続いています。クリームファクシー続いています。その外からはブーオービスケッツ、その外からはタッチウッド、その外からはバントのシーフ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はベラジオオペラ、外からファントムシーフ先頭、残り 200m、 ファントムシーフこのまま振り切れるか。ファントムシーフ先頭、ファントムシーフ先頭だ、ファントムシーフ、ファントムシーフ1着、2着にはどうやらクリームファクシー、ファントムシーフ見事このレースを制しました。